俺まず温泉行かない、温度が高すぎる、バカじゃねえのって思ってる。うん、なもんあんなもんお前茹でられてお前湯引きじゃねえんだからさ、お前ジジイとババア湯引きしたらしてるさ、なんかお湯の中に浸かりたかねえしさ、うん、マジで、うん、ちょっと湯引きしてなんかあの肉が白くなるみたいなさ、うん、そうそう、まあ、そんな感じ、まあ、そんな湯に入りたかねえじゃん、うん、そう嫌じゃん、そんななんかジジイとババアが湯引きされたお湯に入りたかねえ。サウナって何がいいの？バカじゃないの？なんか、うん、バカじゃないの？サウナ、うん、なんかサウナばやりでさ、お前しょうもないお前、あんなお前なんか汚ねえお前、ジジイなんかさ、お前タオルとか巻かずにさ、あそこの サウナのところにペタンって座るからさ、いやお前はなんかドヤ顔でさ、あのドヤ顔で俺別に恥ずかしくないからみたいな面してさ、ね、あのタオルも巻かずにペタンって座ってるやついけどさ、いやお前がそこのタオル巻かずに座ったところのそのヒノキの椅子のやつ、そこの台のところお前の玉ペタだからな、そこな、お前はなんかドヤ顔でなんか俺もう別に恥ずかしくねえしみたいな顔してるけど、いやお前が恥ずかしいか恥ずかしくないかじゃなくて、シンプルにお前が座ったその金玉がぺったりついてるそこがマジキモいねんっていうさ、うん、マジで大っ嫌い、うん、いやお前がなんかドヤ顔で恥ずかしくねえから俺みたいな面してっけど、そういうことじゃないから、別にそういうことで俺たち別にタオル巻いてるわけじゃないし、あのみんなが座るところなのにお前の金玉とお前のアナルがそこについたら汚いでしょっていう、でそう俺の金玉と俺のアナルがついたところがみんなにとって汚いと思うから、だから俺タオル巻いてるだけだからねお前っていう、そうマジでなんかすげえドヤ顔でさ、なんか偉そうにズーンって座って金玉チンコぶら下げてさ、お前のチンコもそこついてるしねっていう、お前のそのしおれたなんかもう使い道のないもうなのただのなんか持ち腐れチンコ、マジでお前それついてるからね、そこのお前床のところにっていう話でさ、うん、マジ何勘違いしてんねんっていう、あそういう勘違いがいっぱいいるから、だから嫌い、うん、そういう勘違い野郎がいっぱいいるね、だからサウナって嫌い、うん、マジで別に恥ずかしいからタオル巻いてるわけじゃないしね、こっちはお前がマジですげえ、ま、すげえからだよっていう話だから、うん、そう、うん、だからサウナ嫌い、バカじゃない、うん、サウナが嫌いなのは温度が嫌いだからじゃない、うん、シンプルにキモいから、うん、マジでシンプルにキモいから、そういう勘違い野郎があの勘違いをさらに助長させて、なんかすげえドヤ顔で座ってて、なんかそいつらを見てると張り倒したくなるから、だからフラストレーションがたまるから行きたくない、うん、そう別になんかそういう感じ、で別にお前こっちは別に俺たち見せたくないから恥ずかしいからタオルを巻いてるんじゃないね、他の次の人が座るときに俺の金玉とかチンコとかねアナルとかがそこにぺったりついてそこに他の人が座るってなったら申し訳ないから俺はタオル巻いて座ってんねん、何お前すげえなんか俺別に恥ずかしくねえから、うん、見ろよハードーンみたいなさ、バカじゃねえの、勘違いすんねえ春日やっていうこと、そういうことが言いたい、マジで、ね、そういうことが言いたいね、それを見るたびに、そういうやつを見るたびに腹立つから行きたくなる、なんかそう別になんか俺別に恥ずかしくねえよみたいなさ、はそういうことじゃねえしお前汚くねそれっていう、それを見るたびにムカつくから、だからあの精神衛生上良くないから行かない、うん、精神衛生上もあの普通の衛生上も良くないから行かない、両方の衛生上が良くないから行かない、さあ、うん、マジ腹立つ、マジでマナー持ってないと思ってた、知らねえよお前のそのスタンスっていうさ気持ち悪いマジでっていうね、うん、そういうこと、うん、だから嫌やね、うん、そうサウナってもう腹立つから、うん、そういう勘違いしたなんかおじさんとかがいっぱいいるじゃん、まあ、大体そういうのってもうおじさんだけどね、そうもうなんか40、50、60とかのおじさん、なんか俺別にもう恥ずかしくないぜみたいな、知らねえよお前のその羞恥心の問題、こっちお前の羞恥心の問題頓着してないねんカスっていうさ、うん、でお前別にそんなゴミみたいなチンコぶら下げてるだけだからなっていう、うん、お前のチンコ言っとくけどゴミだからねっていう、
そう、それが言いたい、うん、マジしょうもない、うん、っていうね、うん、そういうことなんだよ、はい、だからサウナが嫌いっていうこと、俺がサウナが嫌いな理由はそれ、うん、マジでしょうもないでしょ、なんだろう、ジジイたちのさ、なんかこう自己顕示欲みたいな、知らねえよお前らの、そのなんかチンコ恥ずかしくないみたいなさ、知らん、マジで、うん、そう、そう、それが嫌なのよ俺は、分かった、うん、お前たち分かった、俺がサウナが嫌いな理由、俺の配信でサウナの話出したらこういう話になるから気をつけてお前、お前たちの鼓膜に3枚あっても足りないよ、うん、本当にお前たちの鼓膜3枚は破っていくからね、本当にマジでめっちゃ腹立つね、めっちゃ腹立たしいや、うん、だもう そういうやつらを見ると腹立つじゃん、シンプルに、だから例えばさね、例えばよ、深夜のなんか女性配信者のなんか過疎女性配信者で、なんか何なんかこうそいつのページに飛んだらさ、なんか説明文みたいな色々出てくるじゃんか、その説明文みたいなところに推しマークはこれ閲覧中、はぁ、お前閲覧中なのに推しマークとか、お前何調子乗ってんの、お前マジでどういうお前その自我なの、お前は気持ち悪いわ、自己顕示欲とその所有欲となんか束縛したる下がりのその気持ち悪い感性、しょうもなマジで、何それ、お前閲覧中だからね、閲覧中で推しマーク自分でなんかつけさせてどうすんの、でお前のサポーター一覧見に行ってきたわ今、そしたらお前のサポーター300人中その推しマークつけてるやつ2人しかおらんやん、きしょうお前の自己顕示欲、それと同じ、そういうやつを見ると俺は潰したくなる、マジで、そういうやつを見かけると俺はもうぶっ潰したくなる、全力で、きしょいから、いるじゃん自分で推しマークつけてるやつ、なんか気持ち悪いやつ、なんか勘違いしてんねんこいつっていうさ、悲しくなってくる、見てると、うん、見てると恥ずかしくなってくる普通に、うん、なんかうわこいつきしょっ、うん、なんかこいつきしょいな、このこいつのこの自己顕示欲きしょいなっていう、この束縛というかさ、こうあなたは私のもの的なさ、気持ち悪い、この感覚、この感性をマジに言ってもらっちゃう、いるじゃん、そういうやつ世の中いっぱい、うん、気持ち悪いわ、地獄だぜ。